ちは、デザインドリップです。今回はこのような紙のテクスチャーを使ったインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは作っていきます。まずあらかじめ用意しておいた紙のテクスチャーをフォトショップの方に持ってきます。で、大きさはお好みでいいんですが、今回は1080の横幅ぴったりで作っていきたいと思います。で、縦の位置もお好みで適当な感じで大丈夫です。で、ちょっと今回分かりやすいようにドキュメントの背景を白にしておきます。このままだとちょっとグレーが強いので、黄みがかったヴィンテージ感のある色に変更していきたいと思います。色相サイドのレイヤーを追加してオプションで引っ掛けます。色彩の統一にチェックを入れて、色相を40、サイドを20、明度を30で設定します。そうするとこのようなちょっとヴィンテージ感のある色に変わりました。次は真ん中にアーチ型のシェイプを描いていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。で、580×620で OK します。こちらに角丸を設定してアーチ型を作っていきます。プロパティパネルの角丸設定エリアのところに行きます。で、こちらの鎖型のアイコンのチェックをオフにして、まず左上の角丸の半径をこのように目いっぱい右の方に動かして大きい値にします。ある程度大きくなったらコピーして右上に貼り付けます。そうするとこのような綺麗なアーチ型ができました。はい、それで背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、先ほど作ったアーチ型のシェイプと同時に選択をして中央に揃えて下に揃えます。で、またこちらのシェイプを選択して、こちらから120ピクセル上に持っていきます。シフトを押して1234567891012、はい、上に移動したら、こちらのシェイプは定山にしておきます。次は写真をはめていきます。あらかじめ用意しておいた写真を Photoshop の方に入れ込んで、右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、オプションを押して先ほどのアーチ型に引っ掛けます。こちらの写真のサイズを変更するんですが、今回は800ピクセル、横幅800ピクセルで設定していきたいと思います。で、位置は、適当にいい感じのところに配置します。ちょっとこれだと写真が暗いので、ダブルクリックをして明るさなどを調整します。はい、こちらで画像が入りました。はい、次はテキストを打っていきたいと思います。フォントはミッドウォッチ、ちょっと読み方が分かんないんですが概要欄に貼っておきます。 Adobe フォントにあるフォントなんですが、こちらのレギュラーで100ピクセルでトラッキング0で打っていきます。フェイバリットアイテムスと打ちます。で、個別にカーニングをして調整します。はい、で、文字が打てたら、こちらのテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えて上に揃えます。で、こちらから100ピクセル下に移動させます。シフトを押して1234567891010、はい、次はメイン2022という文字を打っていきます。で、フォントはこちらもちょっと読み方がわからないんですが、ノブセントサンズワイドのブックで26ピクセルでトラッキングを80で設定していきます。で、こちらでメイン2022と打って、文字パネルのこちらのオールキャップス TT というオールキャップスのこちらのアイコンをクリックして全部を大文字にします。で、適宜カーニングをして適当なところに配置しておきます。はい、次はこちらの周りに楕円形の枠線を作っていきたいと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。
で 200×70 で OK します。でこちらの塗りを0にしてダブルクリックで境界線1ピクセル内側333333で OK します。で先ほど打ったメイン2022のテキストと楕円形を同時に選択して上下中央を揃えておきます。それからグループ化して、でさらに背景レイヤーと同時に選択をして中央に揃えておきます。でちょっと拡大をして、この楕円形を先ほど書いたフェイバリットアイテムスの下の方につけて、こちらから50ピクセル下に移動させます。シフトを押して12345、はい、こちらでこのテキストはできました。次にメイ2022の文字を選択してコマンド J で複製してグループの外に出しておきます。でこちらのテキストを下の方に持っていきます。でテキストをアットマークアカウントネームヒアと打っていきます。こちらインスタのアカウント名を入れる想定で、今ダミーでアカウントネームヒアと打ちました。あとは適宜カーニングなどをしていきます。はい、で文字が打てたら、今作ったテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えて下に揃えます。またテキストレイヤーを選択して上に50ピクセル上げます。シフトを押して12345、はい、こちらで完成です。このような紙のテクスチャーの上に定山で写真を載せてちょっとヴィンテージ感を出していくと、今っぽいトレンドっぽい雰囲気が作れます。とっても簡単なので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。